前面は特徴的な擬宝珠留めが目を引くクラシカルなデザインです。このカバンは前面のポケットにはパイピング、かぶせから本体にかけて縁を革で巻いています。マチは底に向かって広がる台形型になっています。後面には盤面サイズのポケットが備えてあり、そのポケットの上にヘルツ刻印を入れています。取っ手は握りを巻いたしっかりしたタイプです。変形しづらくなるように取っ手の取り付け部分には芯が入っています。底面には両サイズ共通で4つの底びょうがついています。底びょうはついていますが、後面側の縫い合わせ部分は地面につきます。このカバンは革の穴に金具を差し込む擬宝珠という留め具を使用しています。ベルトを外すときには擬宝珠の頭に親指を当てて人差し指で引っ張ります。開けにくく感じる場合にはかぶせを上から押さえて金具の位置を下げると開けやすくなる場合があります。ベルトに擬宝珠を通すときは横から引っ掛けるように穴に差し込むと締めやすいです。指は半円を描くように動かしています。S サイズは A4 サイズがギリギリはみ出すサイズ感になっています。そのため今回は B5 サイズのノートを収納してみます。前ポケットには小物を分けて収納できます。後面にはすぐに取り出したいスマートフォンを入れてみます。すっきりと収納できました。 M サイズは A4 サイズがゆとりを持って収納できるサイズ感になっています。そのため今回は A4 サイズのクリアファイルを収納してみます。前ポケットには厚みのある文庫本も収納できます。後面には少しはみ出しますが、A4 冊子も入ります。より多くの荷物が収納できました。この商品にはショルダーストラップが付属しています。S サイズは24ミリ幅、M サイズは30ミリ幅のストラップとなっています。マチの金具にショルダーストラップのナスカンというフック金具を引っ掛けて使用します。
。